どうもリンドスマンでございます。皆様本日もご覧になっていただいて本当にありがとうございます。撮影日の今日の日付なんですけれども、3月5日でございます。3月5日土曜日です。はい。今日はお休みで、家にいました。家にいたんじゃないの、家に帰ってきました。ちょっとね、お昼ご飯食べたり、ちょっと買い物したりとかして、ましたね。あのね、昨日すごい天気良かったんですけどね、今日は雨なんですよ。なんかでちょっと消化不良ですね。まあでもね、前も言ったと思うんですけど、雨の日には雨の日の良さがあるんでね、それも楽しめるように前向きに、行きたいなと思っております。はい。じゃあ今日の動画なんですけれども、スニーカーを買いましたということで、やっていきまーす。はい。今回のスニーカーは、まあ懐かしい、僕からしたら懐かしいっていうブランドです。はい、じゃあ紹介していきます。こちらでーす。はいはいはい、来ました、グラビスコーナーでーす。こちらを購入いたしました。まずまあブランドですよね、グラビスというブランド。もちろん知ってますよね皆さん。あの、僕ら世代、僕と同じね、世代の方だったら、まあ知らない人はいないと思うんですけれども、今の若い人のイメージだと、あんまりこう、あんまりいいイメージはないかもしれないですね。はい、はっきり言うと。でも、僕ら世代にはね、すごく実はカリスマ的な、ブランド、だったというイメージが、僕は未だにあります。はい。何年かな、98年か99年ぐらいに始まったと思うんですけれども、なんか最初はね、スノーボードの後に履くような靴みたいなのをコンセプトに、始まったブランドだと思います。最初ね、グラビスが出てきた時はね、すごい衝撃的だったですよね。まあ、これもまた藤原博史さんなんですけれども、藤原博史さんがね、ブーンで、最初にね、上下黒で、あれはグッドイナフだったかな、ヘッドポータープラスだったかな、だから上下黒でそんな感じで決めて、足元に、グラビスのライバルを履いて出てきた時に、なんじゃこりゃーって、すごい衝撃がありましたね。じゃあ、その、ライバルを、僕持ってるんで、先にっていうか、見せたいと思います。これをね、藤原博史さんがね、履いてたんですよ、ブーンで。いやー、このボリューム感であったり、デザイン、そしてこの何とも言えない配色、これがね、たまらなくてかっこよかったですね。僕もこれを手に入れてね、すごく履いてました。はい。ということで、今回買ったこのコナというモデルなんですけれども、僕の記憶が正しければ、グラビスの最初のデリバリーがあって、その2回目ぐらいのデリバリーの、デリバリーというか、なんて言えばいいんだろう。シーズン2みたいな、そのぐらいの時にコナっていうモデルはリリースされたんじゃないかなと思います。とにかく初期のモデルですね。初期にすごい人気のあったモデルです、コナは。で、藤原博史さんの話になるんですけども、藤原博史さんもね、白グレーって感じかな、白って言えばいいのかな、まあ白にグリーンのカラーを履いていてね、うわ、コナかっこいいなっていう印象ですね。我が家にもね、うちの嫁がね、当時からね、そのコナを一足履いてました。だから僕としてはね、コナは初めてのモデルなんですけども、すごく欲しかったモデルです、当時からコナは。でもなかなか買えなくてね、そのね、オレンジを使ってるモデルがあったんですよね。それがすごいかっこよくてね、あとその、さっき言ったグリーン、それもかっこよくてね、そのどちらか欲しいっていう感じだったんですけどね、当時はね、願い叶わずという感じでしたね。で、今回買ったこの、黒白のモデルなんですけども、僕の記憶がね、これも正しければなんですけども、この黒白の配色っていうのは、当時、幻のカラーだったんですよね。
やっぱりあの藤原宏さん界隈の人はやっぱり黒白のスニーカーって好きなんですよ。藤原宏さん好きじゃないですか、黒白って、うん、なんであの当時このカラーはサンプル段階でしかなかったんですよね。でサンプルを見てあのこのカラーを出した方がいいんじゃないですかなんてね、グラビッシュさんみたいな感じでね、そんな風なあの雑誌の記事をね読んだことがあります、記憶にあります、うん、今も探せばその雑誌は多分出てくると思うんですけども、うん、なんで当時のそれを知っている僕にしてみれば、あ、こんな黒白出たんだ、何年か越しに、うん、出たんだっていう感じでね、すごい興奮した覚えがありますね、うん、でそれがね、先週ですか、先週リサイクルショップに行った時に見つけてしまったので買ってしまいましたよ。まあ本当にね、シンプルなアッパーがね、黒のメッシュ、うん、で、ソールは白っていうね、本当になんとなくわかるじゃないですか。こういうの藤原宏さん好きですよね、うん。まあ、まさにそういった感じのイメージの、一足ですよね。でね、もうメッシュなんでね、丸洗いしたんですけど、すぐ乾いちゃいました、これ。それいいとこですね、うん。だからメッシュなんで通気性がすごくいいスニーカーなんだなというのはね、もう洗ってる段階でもう感じてしまいました。夏にね、こういう配色ですけど、夏にぴったりの一色なんじゃないかなと思います。それでね、気になるね、皆さん気になるこちらのお値段なんですけれども、こちら、うん、もちろん中古品ですよ。リサイクルショップで購入いたしましたので、中古です。はい、こちらお値段。2300円でーす。2300円、まあ僕がいつもね買うような値段帯ですよね。はい、まあね、洗ったらねすごい綺麗にもなったし、もともとねそんなに状態悪いわけじゃないんでね、本当にこれは、いい買い物だったなと思います。うん、グラビスもね最近いろいろやっぱり気になってたんで、うん、あのやっぱり昔のモデルとかね探しちゃうんですよ僕。まあさっき見せましたけど、ライバルもそうですけどね、当時はねすごかったんですよ。このライバルのグッドイナフとのコラボのやつなんかは、なんて言えばいいかな、今で言うとこのトラビス・スコット関係の冗談ぐらい大騒ぎになったんですよ。うん、そうですよね皆さん、どうしてるのかとね、もう分かる分かるって言うと思うんですけどね、うん、いやー憧れでしたね本当に。グラビスのライバル、グッドイナフコラボ、うん、これはね今でも本当に安く転がってたらね、まあ履けはしないと思うんですよ、うん、古いモデルなんでね状態的に。でもね安い値段で売ってたらね買っちゃいそうですね僕はね。はい、ということで、今日はですねグラビスのコーナー、こちらを購入いたしますで紹介させていただきました。今日の動画がですね、ちょっとでも面白かったという方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあ今日も最後までご視聴どうもありがとうございました。バイバーイ。